岡県の柳川高校を運営する学校法人が東南アジアのタイにタイ人向けの付属中学校を来年5月に設立することが分かりました。日本の学校法人が海外で現地の子どもたちを対象にした学校を運営するのは極めて珍しく、少子化で経営が厳しさを増す中、新たな取り組みとして注目されます。学校法人柳小学園柳川高等学校は、タイ王国で柳川高校タイ付属中学校を開校することを決定いたしました。タイの南部ナコンシータマラート県に中学校を設立するのは、福岡県柳川市の学校法人柳小学園です。柳小学園は柳川高校を運営していて、タイの学校名は柳川高校タイ付属中学校となります。対象はタイに住む日本人の指定ではなく、現地のタイ人の子どもたちで、1学年に100人程度を想定しています。また卒業後は柳川高校への留学も可能で、年間30人程度の受け入れを計画しています。ありがとうございました。タイの子どもたちとやはり現地に行って、親御さんや子どもたち学生と面接をする機会が多々あります。いろいろな国々を満たしていただく中で、タイは本当に日本を向いているということを実感しました。それで子どもたちは、親御さんが何か子どもたちの大きな目標が日本に絡むこと、それじゃあここにチャンスあるんじゃないかと思って、今回タイに学校開校を決めた決定の要因はやっぱり現地での熱い熱です。日本に留学したいという人は多いんですか？はい、多いです。とても多いです。今台湾日本語と英語人気です。仕事とか生活とかいいと思います。はい、いい仕事が、はい、いい仕事ができる。はい、そうです。タイで、はい、海外子女教育振興財団によると、日本の学校法人が完全に現地の人を対象に学校を設立し運営するケースは聞いたことがないということです。タイの付属中学は柳川高校が創立75周年を迎える来年5月8日に開校する予定です。私立学校の経営がどこも厳しい状況に直面する中、海外に活路を見出そうとする柳川高校の取り組みは大きな注目を集めることになりそうです。